彼女と話せた？いや。その表情から察するに、特効薬の性質を理解したようね。Die Leute, die das Zeug verkaufen, sind teuflisch. Buff だろうが、サポート会だろうが、彼らは仮想部の人たちの心理をよく理解していた。お話を聞かせてあげる。昔、上層部に腕のいい医者がいて、彼は薬の調合にも長けていた。その医者は人が極寒に耐えられるようになる薬を研究していたの。彼はその研究を吹雪免疫と名付けた。でも医者の研究は何度も暗礁に乗り上げた。被験者が少なかったのよ。体の免疫システムに手を加えるなんて大きなリスクを伴うから、上層部では誰も実験に協力しようとしなかったの。その結果、医者は下層部にいる妹に連絡を取った。医療の面で下層部の助けになりたいと嘘をついてね。Und dann? それを知った妹は大喜びしたわ。何しろ彼女は医者としてずっと兄を目標としていたから。だから彼女は下層部にやってきた兄を迎え入れた。人に頼んで彼のために診療所と実験室を用意したの。その後のことは君も知ってるはずよ。Ich kann's mir denken, ja. Schwer zu glauben, dass er dein Bruder war, ja. Buff は貧乏な人たちに無料で薬を配っていた。けれどそれは薬の効果を試すための手段に過ぎなかったの。確かに彼の試薬は患者の苦痛をある程度緩和できたけど、それだけよ。試薬の効果でしばらくの間は苦痛が和らぐから、通常の治療がおろそかになる。その結果、軽症者は偽りの薬の効果で症状が良くなり、全ての功績は特効薬にあると思い込む。重症者の病状は悪化して死に至る場合もある。死に至った人たちのことをただの不運やリスクという言葉で片付けたくないの。責任感のある医者ならそんなことを受け入れるはずがない。だから正式に特効薬を回収する仕事を依頼したいの。引き受けてくれるかしら。 Das kriegen wir hin, ja. ありがとう。こうすることで必ず特効薬に依存している患者を苦しめることになる。彼らの偽りの希望を打ち砕くのだから。でも情に流されず、必ずバフが残した薬を回収してほしいの。全ての責任と結果は私にある。だから君が不安になる必要はないわ。行ってらっしゃい。いい知らせを待っているわ。よっ。Da mache ich mich auf den Weg und hau den allen ordentlich eine runter. Direkt auf in den Kampf. Tomare! Kono Saki wa Zukou Kinshi da! Ich bin hier, um. Wollen wir uns erstmal reinschleichen? Ja, ne? Ich bin hier, um Medizin zu kaufen. Dare ga danasareru ka yo!あの注意の手下だろ。あ、オッケー。だなら、ディアル。サポート会の情報も舐めるなよ。どうやらあの女が俺たちの薬に目をつけて、お前を送り込んできたようだな。野郎ども、遠慮するな。こいつを追い払え。シッキー、や。蝶と共に散れ、スターレイファントム。
Easy peasy. 今回は足を引っ張ってないでしょ。Diese alte Kiste enthält Medizin, die mit experimentellen Nummern markiert ist. Das muss das Wundermittel sein, von dem die Gesellschaft für gegenseitige Hilfe gesprochen hat. Plötzlich hörst du hinter dir Schritte. どうした?今度は誰が喧嘩を売ってきたんだ?おや、有名なよそ者じゃないか。まさか泥棒や強盗の真似をするとはな。Sagt der, der wahrscheinlich die Formel oder so für das Wundermittel geklaut und jetzt in schlampiger Ausführung wahrscheinlich noch schlimmer als davor schon verkauft. その度胸に免じて教えてやろう。私は難病重症患者サポート会の会長だ。目の前にあるこの薬は多くの会員の命に等しい。彼らの健康を損なうようなことをして本当にいいのか?患者たちは実に気の毒だな。せっかく命を救ってくれる特効薬を見つけたのに、君みたいな強盗が現れるとは。この下層部には多くの患者がいるが、あの診療所だけでは全員の面倒を見ることはできないだろう。私のサポート会は、彼女が面倒を見れずにいる患者たちを助けている。私たちは感謝されるべきでは?いや、genau。Natascha würde einen Patienten niemals aufgeben und sie würde nie mit einem Hochstapler wie dir zusammenarbeiten。どうしてもここをめちゃくちゃにしたいようだな。ここを見つけられたのなら、こちらも君を無事に返すわけにはいかない。お前たち、この薬泥棒を捕らえろ。うちのとっておきをくらえ。殴ったね。おやすみ。次。逃がさない。蝶と共に散れ。スタールインファントム。生と死、君らに選ぶ余地はない。私たちに何の恨みがあるんだ。なぜ私たちの金づるを奪おうとする。金づる。ああ、自分で認めたようね。薬を売るのは金儲けのためで、患者の命を救うためではないと。どこからやってきたんだ。くそ、どうして次から次へとトラブルが。両親に目を背け、偽の薬を売ろうと決めた日から何かしらのトラブルが起こることを予期していたはずよ。私には患者たちの命や安全を守る責任がある。言い換えれば、患者の生命を脅かす危険要素は必ず排除しなければならない。全ての人間を救うことはできない。下層部にはたくさんの病人がいるっていうのに、どうやって全員を助けるつもりだ。そうね、私の力だけでは不可能よ。でももし必要であれば、食事も睡眠も放棄して治療するわ。バフが下層部に残した負債は今でも私が肩代わりしている。私は倒れてでもここで人々の役に立てるように努力するつもりよ。意固地なやつだ。その辺は頭のおかしい兄と全く同じだな。褒め言葉だと思っておくわ。ありがとう。今日君は多くの下層部の人々を救ったわ。ゲレロ、私は何とかして兄が残したこの試薬を処理する。もう二度とサポート会が彼の名前を使って悪さができないようにね。町に戻りましょう。
まだ患者たちに説明してないもの。Ich folge auf Schritt und Tritt. Haben wir das Problem also gelöst? Da gibt es jetzt wahrscheinlich noch eine abschließende Rede. Natascha が患者たちに囲まれている。何を話してるのか聞いてみよう。先生、何を言ってるんだ。特効薬の配布はもう終わりだと。ええ、その通りよ。あの薬には重大なリスクが潜んでいる。関連する仕入れのルートはすでに遅延が潰したわ。みんなの病気には合理的かつ科学的な治療が必要なの。むやみやたらに薬を服用する行為は症状を悪化させるだけよ。ふん、何が合理的科学的だ。自分の患者を奪われて嫉妬してるんだろう。ナターシャ先生にそんなことを言うなんて。おい、ばあさん、なんで彼女の味方をするんだ。特効薬のおかげで元気になったっていうのに今さら供給を断つだと。何なんだ。イライラする気持ちもよくわかるけど、担当医である私の判断も信じてほしい。私はみんながそれぞれの困難を乗り越えられるように医療物資を確保する方法を必ず考えるわ。必要があれば上層部にも助けを求めてみる。上層部。忘れてたよ、先生は上層部のお嬢様だったな。ナターシャ先生に対してなんて口の利き方をするんだい。早く特効薬の代わりを見つけてみせろよ。じゃないと彼女がバフ先生を陥れたことを全員に言いふらしてやるからな。俺はもう行く。Glaub, der hat einen aufs Maul verdient, oder? Ich habe da so einen Drang gerade. Ich meine, wir haben doch einen Baseballschläger bei uns. Da können wir doch einmal, können wir ihm doch einmal zeigen, wie der so von Namen aussieht, oder? So ganz vom Namen. あら、来てたの。ごめんなさい、気まずい場面を見られたわね。Geht's dir gut? ええ。彼の立場になって考えれば、あんな反応をされても仕方ないわ。私にできることは、彼のような患者を治療して、疑いを払拭することね。この話は後回しにしましょう。バフの残した騒ぎが一段落して胸のつかえが降りたわ。今から彼とのことを全部説明するわね。何か質問があるのなら遠慮せずに言って。War er mit dir blutsverwandt oder wie sieht's da aus? ええ。ああ。血はつながっていない。でも私たちは本当の兄弟よりも親しい間柄だったわ。私も実は孤児院で育ったの。上層部の家族の養子になってから人生が変わり始めた。養母は私を実の娘のように可愛がってくれたわ。バフもそう、実の妹のように扱ってくれた。少なくとも小さい頃は。養父母の家は代々続く医者の家系で、私たちは幼い頃から様々な医学の専門書に触れていたの。そして二人とも順調にベロブルグの医学院に入学し、その後も医療の道を歩いた。Was für eine Person war er denn? 温厚で物静かだったわ。でも専門的なことに対してはまるで人が変わったように
極端に固執するの。私が実験で失敗するたびに彼は鋭い言葉で攻めてきた。でもいつも後から私に謝って慰めてくれたの。彼は矛盾を抱えた人だったわ。Du wusstest doch die ganze Zeit, dass er es war, der den Leuten hier die Medizin überlassen hat, oder nicht? 彼がリベットタウンに試薬を残していたなんて知らなかったわ。だから君から聞いたとき、少し驚いたの。完全に断ち切ることのできなかった過去は、必ずいつか戻ってきて、目の前に立ちはだかるのね。Ist er denn wirklich verschieden? 最初から説明するわね。バフには小さい頃からの夢があった。吹雪免疫という薬を作り出すことよ。彼は人間の体が寒さに弱いことを病気の一種だとみなしてた。だからそれに対抗するための薬を開発したいと考えてたの。そうすれば人々は節減で強度を築き直すことができるでしょう。Glaubst du denn an seinen Traum? 実を言うと、吹雪免疫を実現できるかどうかはわからない。でも私は彼の理想とやり抜く力を尊敬してたの。だからずっと彼を信じてた。彼の上層部での研究がうまくいっていないことも知ってたから、誘いの手紙をよく送っていたわ。孤児院で子供たちと一緒に過ごしましょうって、気分転換になればいいと思っていたの。でも当時の私はまだ若かったから分からなかったのね。長く続いた挫折がいかに人を圧倒し恐ろしい影響を与えるのか。Schreckliche Auswirkungen? Inwiefern? 彼は下層部で劣界の侵食をわずかに受けた患者たちに出会ったの。暑さや寒さに対して異なる反応を示す患者たちの体やその特徴に彼は夢中になった。そして彼はその効果を再現するようになったの。それが吹雪免疫の開発の後押しになると考えたのよ。彼の試薬に病を癒す効果なんてなかった。この世にそんな万能薬は存在しないわ。研究対象となる人の症状を短期間安定させて、体の変化を観察しやすくするためにバフは試薬を作り出したの。いつの間にか何の罪もない住民に彼は試薬を配っていたわ。私が異変に気づいた時にはもう、恐ろしい研究によって彼の理性は限界まですり減っていた。Er hatte den letzten Rest seiner Menschlichkeit verloren. Sübete ga watashi no mijika de okite ita. Waraeru wa ne. Shitashii hito ni taisuru shinrai ga watashi no me o kumurasete ita. Kare no jikken ga akiraka ni natta ato, ore no to watashi wa dou sureba kono dekigoto ni shushi fu o uteru no ka.いろいろと話し合った。当時は下層部が封鎖される直前だった。だから下層部にシルバーメインはほとんどいなかったの。私たちはバフをどうするか長い間考えた。オレグは追放を提案したわ。彼が二度と下層部に足を踏み入れないようにすればいいと言ってね。もし真実を知られていたら、バフはきっと被害者たちの怒りに触れて八つ裂きにされていたはずよ。
当時の私は若くて甘かった。オレグはきっと私の気持ちも考えてそんな提案をしてくれたのね。Verbannung ist keine besonders harte Bestrafung, oder nicht? 今思うと確かにそうね。彼の所業に比べると軽すぎる罰だったわ。私とオレグは彼を上層部へと追放した。その時バフは最後の望みを言ったの。場外にある彼がずっと克服したいと願っていた雪原に行きたいってね。私の目の前で彼は雪の向こうに消えたわ。あの時から私は頭の中で繰り返し何度も自分に言い聞かせているの。バフはもう死んだってね。ごめんなさい、こういった話をするのは苦手なの。バフはひどい兄で最低な医者だったわ。君はそれだけ分かっていればいい。今日はここまでにしましょう。兄が残した問題を解決してくれてありがとう。これは感謝の気持ちよ。受け取ってくれるかしら。Ei, ei, ei. Doch eine recht düstere Vergangenheit, ne? Oh, Stufe 23 immerhin. Hertha, was möchtest du denn jetzt? Ich habe ein Geheimnis von großen Burschen getroffen und bin einfach nur um mein Leben gerannt. Ich war gerade dabei, das Foto von unserer Forschungsgruppe von vor ein paar Tagen zu entwickeln. Kommt alle her und schaut es euch an. Ich glaube, da ist also irgendwas auf dem Foto. Vor ein paar Nächten habe ich routinemäßig Laborutensilien gewartet, aber dann bin ich mitten in einer Versammlung selbst im Krentum gestolpert. Okay. Ja. Also Natascha hat es hier unten echt nicht leicht gehabt. Hat viel um die Ohren gehabt. Na gut. Gut, okay. Zum Abschluss hüpfen wir jetzt nochmal zurück zu Pompom, um ein paar Belohnungen abzuholen. Und vielleicht habe ich noch einen. Demo. アスターとアーランがトラブルに巻き込まれていることはわかる。こういう根拠のない噂はやっぱり当事者たちには知られない方がいいはず。姫子は宇宙ステーションの人たちのことをよく知っているみたいだから、まずは彼女に相談しよう。 OK、 いや、das machen wir beim nächsten Mal。 Ich weiß auch gar nicht, warum gerade。Ja, ich bin wieder da. Wo ist das merkwürdige Ding, worum auch immer es geht? Akaranga, Lesscha no naka ni iru no ja. Ore yori Akibiri no Lesscha ni kuwashii mono nado oran kara na. Lesscha no naka ni henna mono ga ireba, ore ni wa wakarun ja. Omae mo issho ni sagashite kure, zettai mitsuke dasu zo. Finde raus, wo im Express sich das seltsame Etwas versteckt. Ja, das machen wir gleich. Zettai ni mitsuke dasu.Ich möchte erstmal meine Belohnung haben. Kriege ich da vielleicht irgendwie noch einen Wunsch? Wahrscheinlich nicht, ne? Schauen wir mal. Es reicht für einen. Wird aber nichts mehr rauskommen. Wie eh und je. Und da war noch einen. Da wird auch nichts mehr rauskommen. Wie eh und je. Sag ich doch. So. Wir haben Post.Holen wir auch nochmal ab. Was ist denn das jetzt hier für eine... Das ist die von Ala. Die hatte ich aus Versehen mal getriggert auf der Hauptstation. Welche ist denn das jetzt hier? Welche...Hier gar nicht großartig beschrieben. Was ist das denn? Vergessene Halle? Kaputter Spiegel? Dem kann ich aber nichts machen. Ich gucke mir jetzt einmal noch mal kurz um. Vielleicht ist das ja irgendwie eine Quest für das Ding da.
Schauen wir uns einmal nochmal im Zug um. Abteil für Abteil. Hier scheint aber nichts zu sein. Bei Marge im Zimmer scheinbar auch nichts. Ach, guck mal. Da hat sie klar sogar an die Fotowand gepinnt. Die ist zu. Die ist auch zu. Und hier hinten geht es nicht weiter. Also, keine Ahnung, was er jetzt von uns will. Oder ich muss mit Team... Ja gut, dann quatsche ich nochmal mit Timoko. Wir haben die Katastrophe gerade noch so abgewendet und jetzt sind wir zu Hause. Jo. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Wiederhole die Situation im Gruppenchat für Timoko.所長って本当に大変な仕事ね。アスターもよく頑張ってると思うわ。何しろレギオンの騒ぎが終わったばかりだっていうのに、そんな出馬を流すなんて。こういうのも内弁慶っていうのかしら。仲間には強気なんだから。これがヘルタの社風なんでしょうね。シャイスティブディフォーダーゴッドザインは?そんなことないわよ。だってすごく重…厄介な状況なんだから。ねえ、この件に首を突っ込む気なの? Nein, ich genieße nur mein Popcorn an der Seitenlinie. Nein, wir helfen schon. そうね。私たちには関係のない噂だけど、見て見ぬふりをするわけにはいかないわ。アスターの評判に関わるのに放っておくなんて、七人のすることじゃないもの。ちなみに、こういうことはすぐに解決できるわ。これ以上話が広まらないように、噂を流した人を突き止めればいいの。大衆は事実ではなく、ドラマに興味があるだけだから、苦労して真実を明らかにする必要はないのよ。ピムスタンハッシュラクフスベコン。あら、嬉しいことを言ってくれるのね。私には、この宇宙ステーションで、彼女は知らないゴシップはないと言われている友人がいるの。その友人が私自身ってオチはないわよ。それに私はゴシップが聞きたくてその子と友達になったわけじゃないわ。ただ彼女は何でも知ってるからひょっとしたら何か情報を得られるかもしれないって思ったの。この時間だったら彼女はこっそり過失を抜け出しているはずよ。でも実は彼女の本名を知らないの。知っているのは彼女がゴシッパーを自称しているということだけよ。OK。Na gut。Das werden wir aber trotzdem nicht jetzt machen。Ich würde trotzdem dieser Spiegel da hinten interessieren, weil der war vorher nicht da。Ah, jetzt kann ich ihn anklicken。Ein Spiegel fällt dir ins Auge, du bist verwirrt。Woher stammt dieser Spiegel? Du kannst dich nicht daran erinnern, dass er...dass es im Express einen solchen Spiegel gab. Doch seltsamer ist, dass alle anderen im Express das plötzliche Auftauchen des Spiegels offenbar nicht bemerkt haben. Vielleicht solltest du den Spiegel noch einmal überprüfen oder die anderen danach fragen. Wenn du Zeit sparen willst, solltest du ihn selbst prüfen. Du trittst an den Spiegel ran und siehst, wie sich langsam eine Gestalt darin abzeichnet, aber sie sieht überhaupt nicht aus wie du. Im Spiegel ist ein Mädchen mit einer Kapuze zu sehen, deren Gesicht von einer seltsamen Maske verdeckt wird, sodass man ihr Aussehen nicht erkennen kann.Bevor du reagieren kannst, tritt das Mädchen aus dem Spiegel. Oh. Ja, das stimmt. Ich bin Guardian of Recollection, der Messenger. Ich werde mich in dieser Zeit in dieser Zeit verbringen. So viel neuer Kram, der jetzt noch kommt hier. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen, nehme ich mal an. Ich danke dir. Du bist ein freundlicher Mensch.でもこれだけじゃ簡潔すぎるから詳しく説明した方がいいだろう。ガーデン・オブ・リコレクションはアイ・オン・フリに付き従う組織だ。記憶のメッセンジャーとして私たちは肉体を放棄しミームとなり宇宙を旅している。フリ様のために星の海にある最も貴重な記憶を探しているのだ。私がここに来られたのはつまり君が記憶とガーデン・オブ・リコレクションの概念を認識していることを証明している。そしてその認識が
ガーデンのために複製のチャンネルを開き、直接君の脳に私を植え付けた。実は誰にも気づかれないようにこっそり君についていくこともできた。でもガーデンは貴重な記憶を持っている君を特別視している。しかもそれらは将来的にもっと増えるだろう。だからこうして声をかけることにした。それに君はメモスナッチャーの概念も認識しているな。言っておくが、ガーデンは泥棒などではないぞ。私たちの行動のすべては崇高な目的のためにある。さて、私たちはもう知り合いになれただろうか。Kann man wohl so sagen, wa? Was ist denn dein nobles Anliegen überhaupt? 壊滅によって宇宙が忘却の彼方へと追いやられるのを防ぐこと。たとえ物質が滅びても、それらが記憶の中に存在していれば生き続けていることになるからな。率直に言ってしまうが、許してほしい。私はただで君にこれらの情報を教えているわけじゃない。ガーデンは君の記憶を保存したいと考えている。だが心配は不要だ。私たちは記憶を奪い取ったりはしない。貴重な断片を複製するだけだ。取引だとでも思ってくれ。これは君の記憶を保存するために作られた忘却の庭だ。私たちは君が定期的にここを訪れ、失われた記憶を呼び戻すことを望んでいる。ガーデンはその中から欲しいものを得て、物質や光源水を報酬として渡す。さあ、我が古き体の記憶に誓おう。君が失うものは何もない。Okay, ist das sowas wie der Abgrund oder so? Lass mal kurz gucken, ja. Die letzten Spuren der emporragenden Zitadelle. Okay. Das sieht mir wie so eine Art Abgrund aus, ja. Wie aus Genshin. Ja, definitiv. Okay, cool.Ich glaube, da kriegen wir. Warte mal, da war doch auch. Wo war denn das? Das war, glaube ich, das hier, ne? Vergessene Halle, genau, ja. Und da kriegen wir dann einen Charakter. Da kriegen wir dann. Ching Che heißt sie, glaube ich. Ja, nice. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Aber gut, ich habe alle Wünsche verbraten, die ich hatte. Jo, kriegen auch erstmal keine neue, scheinbar.Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier für den Moment erstmal Feierabend. Ich werde dann gucken, dass ich auf Stufe 24 komme, damit wir mit der Hauptstory weitermachen können. Und dann sehen wir uns da beim nächsten Mal und hoffe, bis dahin, dass ihr dann wieder dabei seid. Ja, und genau. Dann noch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wie auch immer, wann das geschaut wird. Und bis dahin, tschüss.